吉田さん、持たざる者が失うことをなぜ恐れるという言葉があるんですよ。持たざる者が失うことをなぜ恐れると。今の暮らしを大切にしたいと思えるほど十分な暮らしをしているのかなって言った時に、多くの方が必ずしもそうじゃないと、こんなん底辺労働だよとかね言ってると思うんですよ。じゃあ底辺労働ならそれ以上に下がることはないわけですから、チャレンジして悪くて現状維持、よかったら見違えた世界、ここに飛び込んでいけばいいと思うんですよね。まあ、私もね、吉田さんが言われたように、どうにもなんなかったら今でもね介護士をしようかと思ってるんですよ。経験も資格もありますし、仕事もまあこの年齢でもやっていけるところあるかなっていうふうには思えてるんで、スッと入れると思うんですよね。もちろん給料とか拘束時間とかはもう意のままにはなりませんけども、その中でも、まあ自由に暮らせる部分はね残ると思うんですよ。そして自分に力量がないんだったら、自分の力量に応じた暮らしでやっていくしかないと思います。まさに手持ちのカードですよね。手持ちのカードが常に5枚あるとは限らないんですよ。5枚のカードのうち4枚が豚で使い物にならなければ、残った1枚で勝負するしかないと。いや、それすらもなくて、単なるね見学者になってしまうっていうことはこの日本ではないですからね。少なくとも生活保護なり何らかのバイトなり、カードは1枚必ず用意されるんですよ。でこれがこの日本のすごく強いところかなと思うんですよね。で、場合によっては5枚のカードでポーカーをしなくちゃいけないところ、チェンジカードもできるし、なんならね10枚の札を渡されて、その中でベストな5枚を選んでいいですよみたいなカンニングもできるわけですよ。 YouTube とかそうじゃないですか。ヒットした動画を似たように作っていって、似たようにサムネイルして、似たようなタイトルつければ一定の確率で当たるわけですよね。再生回数とサムネイルとタイトルがもうすでにカンニングできますからね、 YouTube は。まあその他のネットの企業にしても、当たった人を見て似たようなことをすればある程度当たるみたいなこともありますんで、まあやみくもにやるよりもね、教わりながらやればいいのかなと。教わることにお金払いたくないんだったら、別に無料でいっぱい落ちてる教材ありますからね、それで学んでもいいと思うんですよ。まあ失う覚悟、そうですね、腹をくくるっていうところにつながると思いますけどね。いってらっしゃい。